皆様の働きに期待します。はい、頑張ります。どうも、桜井徹です。刀剣乱舞無双、続きをやっていきたいと思います。今回からは第一部隊の任務です。調査対象は伊賀越え。本能寺の変の報を受け、動揺する徳川家康を時間疎行軍の大軍が包囲した。史実では伊賀越えで危機を脱した家康だが、このままでは追い詰められ自刃を選ぶだろう。時間疎行軍を撃破し、徳川家康を救出せよとのことです。やってみよう、絶体絶命。面影さん、同行感謝します。気になることがあればいつでも教えてください。あ、私でよければ第一部隊の戦い見せてもらう。しかし先ほど見た映像、自分には引っかかるな。主君の危機的状況に家臣は何をしているのか。本来の流れでは家康公が殉死しようとするのを本多忠勝殿が説得してとどめたはずだが。トンボ切りは元の主ならば家康公を守れて当然と言いたいのですか。いや、そのまあそうだ。自分は忠勝殿と共にあり、ここでも戦ったのだから。過日顕微の勇士であっても時間疎行軍の勢いには及ばなかったのだろう。ああ、刀剣男子でなければ阻止できないものもある。さて、第一部隊出陣するぞ。なんかさ、さっき三日月さんが首の骨バキバキってやってたけど、意外と体育会系なのかもしれないな。まあ記念すべき第一部隊ということで、あと桜井のゲーム脳が炸裂しているので三日月さんでいこう。あとゲームの炸裂なので村政でいこう。うん、三日月さん一緒に脱ぎましょう。さて、まあ第一部隊は全然能力解放していないので、ここら辺からバンバンバンとレベル上げていきましょうね。この力、戦場で生かそう。悪くない。強そうやな第一部隊。この力、戦場で生かそう。さてと、あ、じゃあまあ全然使ってないんだけどね、この。これで戦うか、これで戦うか。前方範囲直線は使うから、打ち上げにしとくか。はい、これで戦うか。装備は、あ、もう一個上げなきゃいけないか。この力、戦場で生かそう。この力、戦場で生かそう。オッケー。中。まあ準備は大事だな。もう第一部隊をフルパワーで強化していこうね。これを私に、これを私に。よし、まあとりあえず第一部隊どんなもんか行ってみましょう。これで、やるか。まあ給料分は仕事をするだけだな。三日月さんって給料制なんすか。地震までの想定時間を算出しました。いねえよ。あまり時間がないな。急ぎ家康公の元へ向かわねば。なかなか敵の抵抗が激しいですね。三日月さんって好きなんや。無論阻むなら容赦はせん。これは前方範囲やな。読んで、おお、強いな。これでは刺激が。連撃も使ってみるか。まあ、次あ、これが連撃か。3、4、5、5の後は、あ、なるほど、2、3、4。連撃がとりあえずザクザク削れる。さすが三日月さんといったところか。
6、これは、あー、突進じゃないかな、これ。脱ぐのはよせ。脱いでんの？道は開けたぞ。直進かな。家康公の元へ。あ、うん、6段目は直進攻撃か。必殺技、少し本気を出す。これでどうだ。これ活撃の時に見たぞ、あの月が出てくるやつ。主の盾となり一歩も引かぬか。本田忠勝殿、しばしお味方つかまつる。なんと勇ましき者よ。助け主、感謝します。共に敵を打ち払わん。負け者は何だ。おっしゃだぞ。活躍者たち、何するものぞ。お気を強く持たれよ殿。この守り刀は幾度もわしに勝利を与え、幾呼びの力をついに癒し切った。恐れ敬い、勝利を祈る。徳川家康にとって刀は縁起物でもあるんだな。親玉の調子もです。ギリギリまで叩き込んだ。かの敵を打ち払い、歴史を守る。よいしょ。少し本気を出す。これでどうだ。悪いが俺も譲れんよ。なんかさ、桜井の勝手なお願いなんだけど、あれよね、三日月さんだけは中傷にも軽傷にもなってほしくない。あーって言ってる矢先に中傷状態になっちゃったよ。なんかね、完璧であってほしい感じがするな。あなたたちのおかげで助かった。さあ殿、今のうちに参りましょう。行って速攻を脱いじゃったわ。人も刀もつながり合うのはいいことだ。そうだろう。脅威は去った。これで先へ進めるだろう。家康公が自陣を思いとどまればですがね。あなたの元の主に期待しましょう。道は開けました。お急ぎくだされ。しかしもはや命運は尽きた。こうなれば武士として潔く。大事な命ここでお捨てなさいますな。我ら家臣が何としてもお守り申し上げます。生きて機内を抜けましょう殿。光秀を討ち、信長公への供養とするのです。無事自害を止められたか。まずは前進、伊賀越えへ向かったな。だが本来の流れでも伊賀を抜ける道は厳しかった。伊賀の山中ならば時間速攻軍を潜ませるのにはぴったりですね。近之助、演算結果を表示してくれ。了解しました。お？ん？これは。じゃあ次は伊賀越えを護衛する。伊賀越えを護衛するってなんかもう韻踏んでるけどさ、感じか。力を得た。さてじゃあ、出陣の前に強化しよう。トンボキ、次トンボキに使いたいと思うんで。ただいま馳せ参じました。トンボ切りをマックス強化行こうか。マックスいけるかな。これは天下無双の糧となるかもしれんな。これは天下無双の糧となるかもしれんな。
これは天下無双の糧となるかもしれんな。何？固有闘技って。新たなる力か。新たなる力か。なんかすごい技手に入れてんな。まあまあまあ、いけるだけ上げてってみよう。これは天下。そんなん俺がやってんだから、トンボ切りがっつり融通するよ優遇するよ。強攻撃強化特上。新たなる力か。さて、まあとりあえずこれぐらいまででいいかな。強攻撃で固有闘技っちゅうのが増えましたね。じゃあ、周囲攻撃いるかな。直線トモ切りだから直線は欲しいよね。砲撃かましてからの固有闘技。我が力として受け取ろう。連撃は連撃で置いとこう。だから連撃をこっちにいつも通りのとこ置いといて、固有闘技で潰す感じでいいか。これ3つつけられるのいかついな。なんと、ありが、なんと、なんとまだそんな素材欲しいかって感じするけど。よし、トンボ切りさんむちゃくちゃ強くなりました。出陣。はい、わかった。予想通りですね。伊賀山中には敵の策略が巡らされているようです。しかし司祭がわからんな。時間素行軍が直接襲ってくるのか、それとも夜の山中だ。何が紛れていてもおかしくはない。徳川家康の首は四方八方から狙われているだろう。徳川家康も災難だな。阿鼻叫喚の逃走劇、俺たちで手助けするか。新たな流れが検知されました。徳川家康は本多忠勝の説得で自陣を思いとどまり、伊賀の山中へと進んでいる。しかし危機が去ったわけではない。道中には様々な罠が張り巡らされているようだ。徳川家康一行を護衛し敵の罠を突破せよ。はーい。というわけで、あ、今回やった敵を討ち取ってみせよ。まあバリは村政やろ。並び立てることが嬉しいです。ほな、まあ行ってみましょう。戦闘開始。三名僧が一つ、トンボ切り。いざ出陣する。行ってみよう。無理だな。よければ道中護衛しよう。なんと心強い。向こうの寺まで頼めるか。忍者が護衛してるな、家康。みんな下がれ、落ちてくるぞ。石？道を塞がれたようです。これでは進めませんね。家康様、道は他にもございます。迂回して寺を目指されては。半蔵か。伊賀衆のお主が言うことだ。道を変えるとしよう。おお、現れましたね。ご縁の務めを果たしましょう。固有闘技っちゅうのやってみようか。ほっ。おお、めっちゃ強いやん。マジか。すげえな。離れすぎたか。戻るぞ。これでは護衛が務まらん。これは落ち武者狩りの野主どもか。天下の徳川家康が落ち武者とは、笑える冗談のうちに止めないと。よいしょ。
えぐいな。人間に対してこれを使う。かたじけない。もうじき寺も見えてこよう。またも落石と。殿、ご無事でいらっしゃいますか。わしならば大事ない。先に寺で待っておるぞ。ああ、分断されたか。家康様をお一人にはしておけぬ。西の道から寺へ向かうぞ。二度の落石、そして迂回とはな。次は時間素行軍か、ノブシか。よいしょ。殿はご無事でおられるだろうか。家康公の身は気にかかる。それが今は超人か。手の届く者たちを守り通す。また増援ですか。気になりません。今だ。オッケー。倒してしまわなあかんのか。またしても。半蔵殿、大事ないか。問題ない、構わず寺へ。ここにも化け物が。化け物に襲われているのか。急ぎ助けに向かわねば。岩は崖の上から落ちてきた。今の落石で開けた道もあるのではないか。了解。次から次へと。油断ならんな。落ちんしゃがりでした。私は奪われずとも眠りますよ。えぐいな。トンボ切りの攻撃もリーチも長いし。しかもずっとパウンドで延々と殴れる。柱を止められたな。ではあの忍びを助けに行くか。離れすぎたか。戻るぞ。では護衛が務まらん。服部半蔵殿、救援に参った。敵は我々が引き受ける。よくぞ持ちこたえられた。かろうじてだ。救援かたじけない。固有闘技がめちゃくちゃ強い。殲滅完了。次。手をかけた。殿の元へ急ごう。あよ。この先に伊賀州の抜け道がある。こっちか。あのような大岩が何度も落ちてくるものか。胸が騒ぐ。家康公、どうかご無事で。なんと家康公の姿が見えない。家康様、よもや化け物どもに。縁起でもない。とにかく殿をお探しせねば。武人として働けただろうか。とりあえずこれはこれでクリアなんやな。天下無双の名前を与えられるよう励みます。家康公はどこへ消えてしまったのでしょう。あの距離で迷子になるとも思いませんが。まあいい予感はしないな。一度戻って予測を当たってみよう。いや、自分の思ったタイミングで大技が出せるのはなかなか気持ちがいいな。
また自陣自陣してるわもう。この結果を見るに死の危機は去っていない。家康公の恩義が危険だ。まずいですね。家康公の近くにまだ敵が潜んでいたのでしょう。歴史の歪みを生むものとやらの罠にかかったか。急ぎ徳川家康を捜索するか。承知しました。徳川家康の居場所を検出します。なかなか毎回近之助ゴテゴテよねまあ怒ってみなきゃわからない未来もあるんでしょうけど。いやー固有闘技全員分の固有闘技が見たいな。うん、面白いわ。あんなにあるんやね。まあまあそれぞれキャラクターごとにいるんやろ。あるけどね、その動きの特徴とかさ、必殺技の特徴とかあるけど、固有闘技は固有闘技でべらぼうに強いから楽しいな。はい、というわけで、第一部隊の任務が開始になりました。初めから徳川家康の護衛任務。なんとも第二部隊で石田三成さんをずっと追っていたんで、いきなり徳川家康が出てきたら、うん、こいつってなっちゃう感じもありますが、はい、それはまた歴史の別の流れなので、こんな時間も良きかな、良きかな。またよかったら続きも見に来てください。ではでは。